しかしアルゼンチンという日本にとっては地球の裏側の国で12年間ずっと国内で防衛戦を続けてきたこのナルバエスが我々の目の前にいるというのはもう我々ファンからするとですね、ナルバエスがこっちに来たと、日本に来たと、しかも井上の挑戦を受けると、すごい試合だと思います。本当にすごい歴史的な試合、この年末にありがとうございます。アルゼンチンの怪物と呼ばれた男です。2階級にわたり27回の防衛記録を誇るアルゼンチンの生きる伝説。さあこれから両者がコールを受けます。赤コーナー46戦43勝2引き分け、敗戦は世界タイトルマッチにおける世界的ビッグネームを相手にした1敗のみ、そして43勝のうち23勝がノックアウト、公式計量は114パウンド1/2。アルゼンチン共和国出身、2002年に王座を獲得し在位7年の間に通算16度の防衛を果たした元 WBO 世界フライ級チャンピオン。そして今夜の試合は2010年から保持する2階級目の世界王座の12度目の防衛戦、 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、オマール・アンドレス・エル・ウラカン・ナルバエス。27回の防衛を誇るアルゼンチンの生きる伝説です、オマール・ナルバエス。敗戦はノニト・ドネアの1敗のみですからね、西岡選手の最後の相手になりましたが、さあそして井上尚弥のその完成された肉体をご覧ください。プロ戦績は7戦全勝、全7勝のうち6勝がノックアウト、この試合の公式計量はスーパーフライ級リミット115パウンド大橋事務所、現在のランクは WBO 世界スーパーフライ級第8位、日本ボクシング史上最短タイ記録のプロ第4戦目で獲得した第36代日本ライトフライ級チャンピオン、またやはり日本最短タイ記録、プロ第5戦目で体感した第33代東洋太平洋ライトフライ級チャンピオン、そして今年4月日本最短プロ第6戦目で世界王座獲得記録を更新し、目の前のこの階級における議論の余地のない世界王者を相手に行う今夜の試合は世界王座2階級制覇という記録にさらなる日本最短記録を上書きしようとする未だ無敗の全 WBC 世界ライトフライ級チャンピオン、モンスター井上日本の怪物は今夜世界のモンスターへと生まれ変わるか。世界最速の2階級制覇に向けてチャレンジャー井上尚弥です。さあそしてこれがスーパーフライの完成された井上尚弥の肉体、大きくなりましたね、まあ、2人は身長差でも5センチ、リーチの差でも7センチの差がありますが、西岡さん、試合のポイントはですね、はい、どういうところになるんでしょうか。まあ、鉄壁のガードを誇るナルバエスをどう崩すか、はい、まあ、やはり井上のスピード足で攪乱するのが一番の得策かと思います。最初スピードですね、はい、これ海外のオッズメーカーでも井上がやや有利と出ている説もありますから、はい、やはり井上の名前というのはもうすでに轟いているんですね。今日それを結果として出してもらいたい、勝ちにこだわってもらいたいです。これ初回見ものですよ。 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、サスポーできましたね。厳しい表情ですね。チャレンジャー井上尚弥の戦いです。さあナルバエス、ご覧のようにサウスポースタイル、身長差では井上尚弥5センチ優位に立っています。さあまずスピードということですが、パンチのスピードはもちろんあります。今度は右ストレートを左に返し出ますね、力が入っています。右ストレートを返し、ゴールパンチになれる前に仕留めたいですね、これ。12年
り切る大雪像。いや、ナルバエスはどう逃れるかしか考えてないですけどね。冷静は冷静です。まだ1分以上残っています。いやちょっとだんだん冷静さ取り戻してきた感じがありますけど、まだ一発あったら分かりませんよ。まあ焦る必要はないと思いますけど、追い詰めた。ニュートラルコーナー仕留めてもらいたいですね。左のフックダブルで持っていきます。いやもうものすごい初回ですねこれ。ナルバエスも2度のダウンを喫しながら、まだ恐ろしい目は死んでいません。ボディーグローブ左、まあ、この中でもね足はまだしっかりしてます ねちゃんと下に返してのが井上くんすごいですね。やっぱり上下の打ち分けはできてるんですね。この状況でもう目の前に手を伸ばせばそこに世界最速の2回救世派が待っています。いもう鍋の中のお湯ひっくり返したみたいな状態になってますねこれね。左フック、あナルバエスまだパンチ生きてますよこれ。さあ追いかけてくる左ストレート、ジャブついていってもいい。ナイスボデナイスボデ、ワン、ツー、スリー。左バック動ける、右ストレート、これでダウンを取った。ちょっとひるんだナルバエス。いや井上の攻撃が本当力強いですね。ナルバエス打ち返してきますよ。すごい障害ですねこれ。この3分間でしかし奇跡的なことが起こることが間違いない。スーパーフライの井上は間違いなく強い。さあ第1ラウンド井上尚弥がダウンを取りました。一発目で聞いて時間ですね。テンプルですね。ああダブルですね。オープニングヒットこの左手もテンプルですよ。頭ほんとかすった感じですね。いやこんな幕開けはしかし西岡さん、いや衝撃的ですね。ナルバエスが倒れまして考えもしなかったですよ。プロアマ通算もう一回紹介しますが、159戦一度もダウンを喫したことがないというのがチャンピオンのナルバエス。その鉄壁のディフェンスを早くも1ラウンドで井上尚弥が、あれだけね衝撃的なダウンでしたから、ダウンがなかったことに2ラウンドはすることできないと思いますけど、まあ、井上2回球上げたことでもう体からエネルギー満ち溢れてるようですね。これが本来のすごい自信ですからね。おっと左が伸びてきたナルバエス。ただナルバエスはここから何も見せない。ああプレッシャーかかってますね。井上のプレッシャーすごいですね。もうこれは本当に新旧交代とこういうことを言うんですね。これねやってほしいですね。ナルバエスもう今手出せないんですよ。出したらあと井上に打たれるから、何かを感じてるんですよねナルバエスは。それだけスピードの差があるということですか。そうですね。井上尚弥あるいはナルバエスカウンター狙いで来るんではないかという呼び終わりました。かわして左です。かわして左。高さ危ないというのは一瞬で右すく右切って打ち込みましたからな。はい、すごいです。左を伸ばしてくるナルバエス。ただ今もう本当にこうなんか地震が起きた後のような状態になってますから、ここからどう冷静に引き戻すのか、あるいはこのまま乱れたまま行くのか、ここは井上選手主にしたいですね。はい、竹下さん、はいどうぞ。井上サイドですけれどもね、インターバル中会場に流れるスローモーションリプレイなんですが、それを井上選手ずっと見てですねニヤッと笑いました。ナルバエス思ったほどディフェンス、すごいスローを取りました井上尚弥。これでねもう今畑中選手とペドロデシマ戦思い出してましたよね。すごいこれいくつかね初めてのダウンから、なおこの試合はフリーロックダウン制です。3回のダウンを奪っても勝利とはなりません。今も左フックのカウンターですよ。これもテンプル、左フック今日タイミングいいみたいですね。いやもうこれもう本当に恐ろしいですね。ワンパンチですからね3つともダウンは。ナルバエスはあの思ったほどディフェンシブに戦ってこないですね。いやもう行くしかない。このワンツーも今日は壁がしっかりしてますよね本当に。これが井上尚弥のスーパーフライに上げたことによるパワーアップ。一発で仕留めるパンチ力を備えました。片右ボディを入れてくるんですよね。力強い攻撃ですね。危ない。左から右井上尚弥、ナイスボディ、ナイスボディです。圧倒しています井上尚弥。立てないか世界最速2階級制覇、しかもとてつもなく
倒的強さでしたよ。ここからないですね。伝説が生まれる。あの日本のボクシング史上最も偉大な勝利の一つです。あるいは最も偉大な勝利かもしれません。2階級を上げて挑んだ世界タイトルマッチです。まあ、35年ぐらいボクシング見てきましたけど、子供のように興奮してます。恐ろしい。驚いた。今テンカウントですよ、ナルバエスから。すごいですね。上で3度、下で1度。最後ボディでしたね。もうダウンのフルコース。大変なことが起きました。世界がショックを受けると思いますよ。世界のボクシング史上に衝撃が走りました。2階級を上げてですね、不安もあったと思うんですよ。僕ね、マイク・タイソンが負けたとき、1990年、東京ショッカー、はい、あれ以来の興奮ですよ、はい、驚きました。阿川さんの興奮は十分に伝わってきますが、これ、西岡さん、はい、井上はここからですね、まあ、具志堅さんの持つ13回の防衛記録、これを抜きたいんだという、この階級で。いやー、もうこれ、本当にあのニックネームの、あのモンスター通り、本当、モンスターですよ。いやこれね、浜田剛さんが1ラウンドでレネアルネとか取った試合、はい、もういろんな試合を思い出します、しかし本当にもう今日素晴らしい。これ日本のボクシング史上にとって香川さん、歴史的な1日に今日がなりました。すごい試合を放送しましたね、フジテレビ、やりました。相手はナルバエスでした。さあフィニッシュブロー、オマールナルバエスと12回戦を行い、ジャブ2つから右、そしてボディ、ね、このボディの音はね、忘れられないですよ。前の右も強烈ですけど、このボディの音だけ世界を切り裂くような音でしたから。文字通り伝説のチャンピオンを、アルゼンチンのレジェンドを、カウンターじゃないんですよこれ、そぎ落としました。一度うなずいたんですけどね、カウント5ぐらいの時に立てるというような、しかし立てなかった。このえぐり取るような左のボディ、すごいボディ、いやもうまともに入ってますね、レバーですね、うん、これはまた井上君、どうしますかね、この後どうしちゃいますかね、こんなことが起きちゃって、まあ、このナルバエスは香川さん、この軽量級の中でも1位2位を争う実績と強さを誇るチャンピオンと言われていました。そこになぜ井上が挑戦するんだと、簡単にタイトル取っちゃいましたけど、はい、こういうことではなかったということを井上選手自身も知っているはずです、はい、今日は恐ろしいことが起きたんです。これがボクシングの恐ろしさです。そして魅力だと思います。12ラウンド判定でいいから何が何でも勝ちたいと話していた井上ですが、これが2階級アップによって現れた怪物の本性、ね、1000キロある岩を持ち上げたような不可能みたいな感じですね、まあ、ナルバエスのディフェンスに苦戦するんじゃないかな、苦労するんじゃないかなと思っていましたけど、はい、もう前半からプレッシャーかけて圧倒しましたよ ね、 そ、 うですね。そして全てのパンチのインパクトに音も含めてリングサイドにいて驚きました、はい、まあ、パワーアップしてましたよ、はい、12年チャンピオンが今沈み、そしてこれから先何年防衛を続けるのかは分かりませんが、今新旧の怪物対決を制し、井上尚弥新チャンピオンが誕生しました、まあ、2ラウンドでしたけど30分ぐらい楽しんだような今感覚があります。濃い6分間でしたね。びっくりしました。何度でもビデオで見直してください皆さん、はい、まあ、いずれ今ナルバエスの長男アンドレス君の挑戦を受ける時が来るかもしれません。ナルバエスが初めてチャンピオンになった時、井上尚弥は9歳、今ナルバエスの長男アンドレス君は9歳です。さあこの WBO、 井上尚弥2つ目の世界の